皆さん、こんにちは。今日は、半仁寝行の後半部分を解説していきたいと思います。後半はですね、半仁やはらみたを中心に、四つの部分に分けて考えることができます。まずはじめは、ボディーサットが45で、1の、え半仁やはらみた子、しんむけいげむけいげむぐくオンリー一切天道無そまでですね。 そして次が、苦行涅槃三世植物は主語で、丸二の恵、半仁原御太子、徳、アーノクタラー山脈三母代までですね。そして次が丸三の高地、半仁原御太、贅大人従、贅大妙従、贅無常従、贅無東道従、農場一歳空、真実風光までですね。そして最後四番目が、 降説ハンニャハラミタ十足摂集圧ギャテイギャテイハラギャテイハラソギャテイボジーソまでですねそれでは一番から一つずつ説明していきましょう、えー、ボダイサッタっていうのは菩薩のことですかね、えー、菩薩はハンニャハラミタ深い覚醒した意識の状態にあるので故、えー、に心に無形犬 ね、心配することがない。心配することがないので、恐れることもないと。したがって、えー、この世の中の一切の天道無双、倒作した意識の状態から距離を置いて遠く離れているということでしょうかね。後心無形芸の、緯、えー、は触り、芸は妨げということで、 何かにこだわり引っかかっていることだそうです現実の生活ではこのこだわり引っかかることはよくありますねそしてそのこだわり引っかかっていることを夜寝ながら考えると全然眠れなくなったりしますねでこう体調が悪くなって抑う、えー、つ状態になってしまうとかですねまあ今回のコロナの問題でもそうですけれども、えー、仕事は大丈夫なのかね えー、あなんとか生きていけるのかとかうそういう恐怖がありますよねしかし覚醒した意識の状態に入るとですねハンニハラミタになると、えー、逆にこの世が盗作した夢の世界だということに気づくということですね新しい図を見てもらうと分かると思いますが下の黒い部分が、えー、現実の盗作した夢の世界を表しています 不消不滅、不苦不常、不造不減。全国中無意識、無重層業識。無限に、理絶心に。無意識、証拠民意法無限界ないし無意識、界無無能薬、無無妙人。無老死役、無老死人。無空集滅と、無知役、無論。このですね、否定語の部分を黒く,く塗りつぶすと、現実の世界が現れてきますね。 もちろん通常の意識の状態ではですね、えー、生まれるし死ぬしね汚れるし気、えー、清,清まるし減、まあ、るし増えるしっていうのはこれが本当は現実の世界ですよね自分は肉体ですしね、えー、肉体じゃないって思うことの方がちょっと難しいと思うんですねまあしかしその肉体も物質も一時的なもので永遠に存在するものではないということですよね えー、だからあのないいいものをあるるとととと錯覚ししししてて執着くここに苦しみが生まれるということでしょうでょかね今の西洋医学で確かに平均寿命は伸びましたけれども、えー、かえって年寄りが増えて若者が減ってしまって人口構成も逆ピラミッド型になってきてるんですかね、えー、これはですねかえってこのやっぱりあの 長く生きることの不安とか恐怖がもしかして増えてるんじゃないですかね、えー、社会保障費も増えちゃってね社会が維持できるかどうかもわからなくなってしまいましたこれも肉体があの全てだとしてね錯覚して執着してる結果だと思いますやはり医療の根幹にはですね、えー、般若心経に語られているような 正しい生勢んが必要ではないでしょうかそうすれば生きることにも死ぬことにも不安や恐れというものがなくなると思います生まれ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 て生の初めに暗く死に死に死に死んで死の終わりに暮らしこれは約1200年前の空海の言葉ですけれども 未だにこうしたた無名の世界に私たちはいるわけですね。しかし、えー、般若心経を唱えることでですね、えー、オンリー一切天道無双でこうした闇の世界からぐっと浮き上がって、えー、死の恐怖のない絶対安全安心の喜びの世界へと入っていくわけですね。 そしてその世界に行くにはもう一つ重要なことがあると思います。それはとということですね、えー。通常私たちの意識というのは、えー、見るものにこうへばりついてねくっついちゃってますよね、えーそ。だからこそまあそういうものに執着してしまうわけですよね。えー、そうじゃなくてもっと自由自在にこの見方を変えるということですね。 えー、観と剣と2つの見方があると言われますがもっと全体的にものを見る見方観ですね観賞、えー、するという意識の状態でものを見ることが重要になるということですねもの、えー、を見るときにこう目を緩めてですね遠くを見るような目になると自然と空間を意識して 空間を見るような意識の状態になります。そうした意識の状態が大事だということですね。はい、それでは次の丸二の、えー、ハンニャハラミタの説明の方に入ります。苦行涅槃三勢生物へ、ハンニャハラミタ後、アヌクタラ三脈三胞大ですね。えー、苦行涅槃ということは、究極の涅槃に入って、 三世の諸仏は過去現在未来の仏たちはやはり半ニャハラミとの意識の状態によってあのクタラ山脈三宝台を得るあのクタラ三脈三宝大,大は無上昇格ということですから、まあ、最高の悟りを得るということでしょうかそして3番目がコーチハあ山脈三台は上昇格ということですから最高の悟りを得るということでしょうかそして3番目が高知半ニャハラミ 税大人従、税大名従、税無常従、税無道従、農場一切空、真実風光です、ね。これは、まあ、ハンニャハラミタを知るがゆえにということでハンニャハラミタは、これは、えー、大人従であり、大名従であり、まあ、無常の言葉であり、えー、他にくるべるもののない言葉であるという、ね。そういうことですね。 でこれによって全ての、えー、苦しみが、えー、取り除かれでこれは真実であって嘘ではない不不真実不幸ですかねこれはハンニャハラミタという言葉がいかに素晴らしい言葉であるかということを説明していますねそして四の公説ハンニャハラミタ中即世は罰ギャテギャテハラギャテ ハラソーギャーテイボージーソワガでもう一つ、えー、具体的なマントラを述べているということでしょうか。以上で、ハンニャー後半部分のおおよその意味と流れの説明を終わりにします。四つに分けて説明してみましたが、どうですかだいたいこう、すっきりと頭の中に入ってきましたかね。 それではまた、えー、上からですね、そして左から右へと読んでみたいと思います。五大サッへ、般若波羅ーハーラミ無形芸、無形芸、公無空風、恩利一切天道武装、苦行涅槃三世勝仏へ、ハンニャーハーラミ徳アノクタラ三脈三膨大、 高知、ハンニハーラーミタ、税大人従、税大名従、税無常従、税務登道従。農場一切行く、真実風光。公説、ハンニハーラーミタ、重足接収罰。ギャーテイ、ギャーテイ、ハーラーギャテー,ーギャテイ、ハラソーギャーテイ、ボージーソカ、ハン神ですね。今度はもう少し早く読んでいく 坊でさったえ、繁屋はらみた、こうしんむけいげむけいげ、こうむうくふ、おんりいっさい、てんどむそ。行ね、はんさんぜ、小仏へ、繁屋はらみた、こうとくあのくたら、三脈三宝だい。

般若心経それでは最後に般若心経を始めから終わりまで通して唱えてみましょう。般若心経を唱えるときは、この鐘のようにゴーンという響きの中に 二百262文字の音を載せるようなつもりで唱えています。う 天皇・雲海部堂一切苦役者 薬部、尿、ゼ、シャ、リ、シ、ゼ、不ョ、不ク、不フ、不ョ、不メ不フ、グ、フ、ジョ、ウ、ゾ、フ、ゲン、ゼ、コ、ク、チュ、無、シキ、無、ジュ、ソ、ヨ、シキ、 無地役無得異務所徳坊大札泰藩にゃ腹見た後進無形芸無形芸孔無句恩利斎天堂無創行年藩三世小仏 ええ、えハンニャハラミこうとあのくたら、さ脈三望大だこうちはんにゃはらみた、ぜいだい、じんじゅうぜいだい、みょうじゅうぜむ、じょうじゅうぜむ、とうどうじゅうのじょういっさいく。しんじつふギャテこ 以上でハンヤ信業の優しい覚え方の動画を終わりにしたいと思います。皆さんもハンヤ信業を日常の生活の中に取り入れて、苦しみの世界を喜びの世界へと変えてみてください。 ではまたお会いしましょう。